皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日はですね、根拠のない自信というものについて考えてみたいと思います。よく聞きますよね。根拠のない自信、えー。つまり、えー、なぜそれが自信を持って言えるのかっていうのが説明できないんだけど、でも自分の中では確信がある。えー、絶対こうだというふうなですね、確信がある。まあ、変な勘というかですね、えー、あるということに根拠のない自信という言葉を使いますが、 この根拠のない自信というものはですね、人工知能はできるのかという話ですね。人工知能はディープラーニングっていうテクニック、技術を手に入れたことによって根拠のない自信っていうのも生み出すことがあるジャンルにおいてはもうできるかもしれません。では、根拠のない自信があったときに、それをですね、仮に人工知能、AI がですね、 え、こうだということを言ったときに、じゃあ人間はその根拠のない自信を言っている人工知能を信用できるのかという問題だと思うんですね。これは人間でも同じことを言えるんだけど、人間は自分自身が根拠のない自信を思,、えー、思ったり、えー、そういうことを感じることがあるので、相手がそういうことがあったときにですね、あ、きっとこれは根拠のない自信なんだっていうことがわかると思うんですけど、えー、じゃあちょっと信用してみようかな。 で、それ信用するのも根拠な自信ですよね。つまり、相手が言ってることが本当なのか、えー、信じていいのかどうなのかっていうのを見極めるのも根拠な自信で、えー、計算ではできないもの、えー、答えが出ないものだと思うんですね。で、このようなことをですね、えー、繰り返しながら毎日生きているわけです。 では、人工知能の場合は、根拠の自信っていうものを人間が思ったときに、それをどうやって見破るんでしょうかということですね。逆に人工知能が根拠のない自信を思いつくのはあったとしても、それをですね、逆に人間が思っているのを見抜くことは人工知能ができるのかということですね。で、それはなぜかというと、計算できないからですね。 で、計算できないものに関して、どのぐらいね、理解できるかっていうことが、ちょっと面白いんじゃないかなと思っています。ということで、あの、人間の得意な部分というのは、ここの部分かなと思っています。何,何かがあった時に、説明はできないんだけど、自分の中で何か確信がある。計算はできないんだけど、過去のデータにも基づいていないし、なんか、どういうことかわからないんだけど、 でもも結構こういういのっって大切だったりしますよね。そのようなものを、えー、うまくできている人それは運かもしれませんがうまくできている人とうまくいかない人で、えー、もしかしたら分かれ道になっているかもしれません今日はこのことについて考えていましたネットビジスアナリスト横田修林でしたありがとうございましたバイバイではまた明日